こんばんは、プニセーク平方校満腹です。今回、2月期の初中級クラスのテーマは眼光陣での前衛の動き方を中心に進めていきたいと思います。まあ、比較的レッスンのテーマの中ではショットだったりとか、の練習がまあ中心にはなってくるんですけども、やはりこうレッスンをしていて皆さんこうポジションがわからないとかどう動いていいのかわからないということが、ご意見いただくことも多かったので、ちょっと今回はポジションを中心に進めていきます。今これは、私の球出しからスタートしているんですけども、ボールの行方によってこう前に行ったり下がったりっていうのが分かりやすい形でちょっと形式の練習をしています。一つの目安はやっぱりこう相手のチームの前衛の横をボールが過ぎるか過ぎないかっていうタイミングが前後の動きの一つのタイミングの目安になるかなと思います。これは、まあ、よくあることですけども、眼光陣対眼光陣のシチュエーションの中でストレートロブが上がりました、チェンジしていくときに、まあ、これ牧野コーチの動きを見てもらえばいいと思うんですけども、こう単純にロブ上げられて後ろの人にお任せする状態になったときに真横に動くのではなくって、まあ、この映像では少し分かりづらいんですけども、若干こう下がりながらですね、相手の前衛の次の攻撃をちょっとこうケアする形でサイドチェンジをしながら少しポジションが下がっているんですね。で、次の1本目をこうやってボレーしてきた時にも少しでもこう返せる確率を高くするために下がるという動きも同時進行でやっているというのが分かるかなと思います。そうですね、まあ、これ次は決められましたけども1本返しただけでもやっぱりでかいので、この映像が比較的それが分かりやすい形ですね。チェンジしながらちょっと下がっていって相手の前衛の攻撃をしっかり受け止めれるようなポジションにいる、チェンジしながら下がっていく、もちろんこのように少し重心が低い方がいいですよね。まあ、多少ちょっとこう大げさにやってくれてるところもあるんですけども、これぐらいの意識があった方がいいかなと思います。これはちょっと悪い例、ちょっと実際には本当はあんまりこう下がらずに横に移動してほしかったんですけど、やっぱりちょっとこう前衛として怖いんですよね、普通に考えると。なのでこう悪い見本を取ってたつもりなんですけど、やっぱりちょっとこれも下が若干下がりますよね。まあでもこれが本来まああるべき姿かなと思うので、あんまりこう横に移動しているよりはこうやって今みたいに相手の攻撃に対して対応できないというところですね。これも悪い例ですね。チェンジして後ろの、パートナーにお願いした時に、まあ、取ってくれるかなっていうのは気にはなるんですけど、こうやって視線を後ろに向けてしまうと相手の前衛が詰めてきてたりポーチ狙ってきてるのがちょっとわからないので、後ろを見ながらチェンジしないということですね。そしてこれは、ストレートロブをでチェンジした後ストレート眼光の形になった時に、まあ、前衛がどう動くかということなんですけども、これも相手の前衛の横を過ぎた段階で少しこうセンターライン寄りに寄ってきて、このストレートのラリーが若干甘くなった時に狙える位置に入っていくというところ、これはちょっと難しいですね。こういう形でストレート眼光からの形式っていうのも、まあ、ちょっと実際レッスンやってるとね、何回かこういうパターンもあるかなと思いますけど、こういう風に動けるのが理想ということですね。これはその中でクロスにも実際ボールを打ってるんですけど、さっきも言ったようにちょっとこう前に詰めるだけじゃなくて少しセンターラインまたぐような形に入ることでストレートのラリーの甘いボールにも手が出しやすくなりますし、相手がクロスに打った時にも割とこのようにして対応できるようになるので、ポジションが下がってしまってるとやっぱクロスに相手が打ちやすくなって
しまうのと、そのクロスに行ってきたボールを取りにくくなるっていうところの両面で、やっぱりこう真ん中に少し詰めていくっていう作業が大事になってくるかなと思います。これはストレートログでチェンジした後の1本目、これがちょっと狙い目だということで、あんまりこう実際にストレート眼光のさっきの形でラリーが続いてしまうとなかなか思い切って勝負にいけないんですけども、チェンジした後の相手の返球の1本目なんかは比較的狙いやすいので、ちょっと思い切って、チェンジした後の1本目を狙うっていうようなアクションですね。この辺も眼光にしてたら結構有効かなと思います。よろしくお願いします。